皆さんお待たせいたしました。あの今お隣の部屋で総理と市長さんで大きな株の読み聞かせ大成功のうちに全てのエネルギー使っちゃった。何の役ですか。あの おじいさんと犬ですか。じゃ あの早速始めさせていただきます。せっかくの機会ですので、皆さん の子育てや今感じてらっしゃることとか、総理と区長さんにぜひお話しいただきたいんですけども、区長さんは今日はあの子育てママ経験者ということも兼ねてお話しいただければと思います。はいはい、じゃ あのご紹介します。池谷さん。はい、池谷です。育児歴1年半というところで。毎日奮闘です。はい、そして宮村さん。宮村です。よろしくお願いします。はい、そして小原さん。はい、地域住民で運営する子育て支援施設をやっています。はい、と一緒に共同事業をやっています。はい、そして川中さん。はい、よろしくお願いします。育児パパとして。あ、育面だ。そうです。あの子供、はい、まあ、この子とあと下に2人3人、はい、あので、引き抜川さん。引き抜川と申します。5年生と1年生の子供がいます。ですから、まあ、新人ママさんお二人と、はい、支援者という立場、そしてイクメンとベテランママさんということで、いつの間にかベテランになって。じゃあまず総理から一言ご挨拶お願いします。はい、あの政府としてはですね、まあ、社会保障と税の一体化で社会保障を安定させ充実させる方向なんですけれども、あの医療年金介護はもちろん安定化させるかもしれませんが、あの一番社会保障の中でこれまであの十分力が入ってなかったのが子ども子育て支援だと思うんです。それは本当に具体的に容易に進めていきたいと思っています。そういうあの大きな気持ちは持ってるつもりなんですが、まあ、実際にさまざまなサービスを受けてらっしゃる方、子育て格闘中の皆さん の生の声を生かしてあのいい政策を展開したいと思っておりますので、今日はその参考にしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、申し遅れましたが、私下村、まあ、さっき打ち合わせさせていただきましたけども、あの日本の一応テレビ界の男性育児休暇第1号で20年前に撮った人間ですので、今日はあの民間人の代表で一緒に橋渡しをさせていただきます。では早速、じゃあ池谷さんからでよろしいですかね。今現在どんな奮闘をしていらっしゃるか。本当に私は初めて子どもがあの、の子育てをしているので、もう毎日が本当にあの早くて、もう毎日毎日違う日はないので、もう あとはそうです、ね、移動するのは抱っこで移動したりベビーカーなどを使用しているんですけれども、道がちょっとした段差でベビーカーは本当にカタッとなって、もう とても移動しにくいんですね。であのもう少し平らな道路がいっぱい増えたらいいなっていうのは思います。であとはあの移動も電車で抱っこしてあの電車で移動してるんですけども、の席をなかなか譲ってくださらない方が多いので、シルバーシートの前にいても あまり譲られないことも多々あるんですね。あのもうこれは本当にあの新宿とかあの政府とかのではなくて、一人一人の能力の問題だとは思うんですけれども、なんかあの、まあ、その立場にどうしてもならないとあの大切さとか必要性ってわからないと思うんですけれど も少しあのこう自分だけではなくて周りにも目をやっていただけたらいいなっていうふうに思います。そういうこう社会の空気を変えていくときに、はい、例えば総理大臣とかね、あの何かこう働きかけというか空気作りでできるようなことってありますかね。率先してやっていただくっていうのはどうですか。なるほど、ね、あの途中でも皆さんどうぞ、あ、そうだとか、いやなかなか電車に乗られる機会が譲るという行為は、まあ、なかなか難しいですから。でも前は電車に乗ってらっしゃいましたね。そうですね、あのだから子育てをされている方をやっぱりみんなで支えていくと、あの孤立してないんですよ。やっぱり制度の問題だけなんです。今おっしゃった通り、
譲るかどうかということも含めて社会全体で子どもを育んでいくんだというようなことを意識として持つようにすることなんでしょうね。もちろん私も含めて、さっきの絵本のようなね。宮本さんいかがですか。はい、新宿に住んでいるという、まあ、都会に住んでいるという親子はとかくやっぱり核家族の典型で、まあ、うちも日中はもう子供と私の2人だけで過ごすような生活でして、まあ、新宿区は幸い努力してくださって、まあ、専業主婦が子供と遊びに来るようなこのような施設を作っていただいてるんで逃げ場があるんですけど、逃げ場がない親子さんがたくさんいらっしゃる。で世の中とかく待機児童とか、まあ、働く主婦に目線が行きがちなんですけど、専業主婦と子どもにも目線をいただきたいなと日々思います。はい、宮本さんに20年ぐらい、はい、ずっとキャリアウーマンやってらして、やってました。でパッとこの立場に変わられて、はい、でのその上での実感っていうことです。そうですね、やっぱりガラッとなんか社会からちょっと切れちゃったような、切れちゃったような、それはありますよね。ありました。寂しい感じだから、それをやっぱりね、はい、孤立しない子育てって総理がおっしゃいましたけれども、はい、そういったつながりをこう持っていく、そうしたことがね大切です。でこれはね、調査によってもね明らかなんです。子育てを辛いと思う時があるっていう答えをしている人っていうのは、例えば保育園や幼稚園とつながったりしてる人は意外と少なくて、それで各家族で母親が育てている時期のお子さんの方が、その親御さんの方がそうした答えをするというのが、私どもいろんなニーズ調査を行う中で結果として出ています。ですから一時保育やそれから親子の広場をかなり多く展開してきているのも、そういったことへ答えようというような思いを持って。新宿は評判が良かったです、今。ちょっと ありがとうございます。本当にそう思います。そう思います、はい、恵まれてます。どうぞ。同じ会社で、まあ、23区内他の区だったり、あと、まあ、東京都じゃなく住んでる人と話しても、なんでそんな施設があるのっていうのは、まあ、よく言われます。新宿は、まあ、そういうのが充実しているとは思います。逆に言うと、あそこはいいけどうちはとか、こう住む土地によって違いが出ちゃうっていうところが、まあそこはあるかもしれないです、ね、まだその国で一元してこうっていうのが固まってないせいなのか、各なんですか、区ごとでだいぶサービスレベルっていうのは差があるかなっていうのは思うので、そこは、まあ、政府として国で一律にレベルを上げていただくっていうことはやっていただけるといいのかな。大事なことは、はい、まず一つは働ける環境を作るということで、待機児童2年連続ぐらい減ってきてるんですが、これをもっと加速させていくということと、それから地域の中で専業主婦になった場合でも孤立感を持たないで相談をするところ、集まる場所がある、まあ、こういうことを新宿相手の他はダメっていうんじゃなくてですね、全体的な底上げをしていくために、まあ、今回の一体学費も0.7 兆円子ども子育てに使うことを決めましたし、プラス3000億上乗せしようとしてますが、そういうことによって全体的な底上げを図っていけるようにしたいというところです。 0.7 兆ってあんまりでかすぎてピンとこないですけど、今まで幼稚園と保育園ああいうのに使ってたらトータルで2兆円ぐらいですからね、そこに 0.7 兆ポンと乗っかるっていうことですから、じゃあ今度はお立場を変えて支援者として何か。子ども手当に始まって、今回 その社会保障の中で子ども子育ても位置づけられるということで、だんだん子どもにスポットが当たってきたことは本当に嬉しく思うし、みんなそれは励みになっているかなというのは実感しています。ただ活動している中でみんなが言うのは、やっぱり安心安全はお金では買えないというのがあって、現金も大事なんだけれども、もうちょっと例えば保育園に入れないとか、あと近所で思い切り子どもが遊んだりボール遊びをしてもいい公園がねないとか、そういうことっていうのはいくらお金をもらっても解決できないので、そういった社会的な子育てに必要なインフラっていうんですかね、そういうのは国とか地方自治体の行政にちゃんとやってほしいなっていう思いが一つあります。でそれもありつつ、でもサービスだけでは
っぱり足りないところはやっぱり私たち子育てや子育て支援をしている人のつながりでカバーしていかないとやっぱりシステムとかサービスだけではダメだなっていうのはすごく思っていて、今人のつながりが今キーワードになっているので、そういうものをどういうふうに作っていくかっていうところもあのボランティア任せではなくて、どうやってそのボランティアコーディネートするとか、それから行政やその専門機関とボランティアをしている人たちもどうやってつながっていけるかっていうことを、やはりもうちょっとそれも何て言うんですかね、政策の中でというんですか、ちゃんとあのなんか位置づけていただいて考えていただけると、あの両面から良くなっていくんじゃないかなっていう実感は持っています。ボランティアとかそういう民間のそういう力をそのもう一個後ろで政府が支えていくっていうイメージですか。そうですね、それもう一つですね。あとはあの本当に生活している地域の人たち同士がいろんな形でつながることで、あの両親が遠くても近所のお母さんや友達に助けてもらえるっていうことを実際に今あのたくさん子供がいる人なんかも実際にやってるんですけれども、そういうきっかけ作りっていうのは今なかなかあの個人ではしづらいので、まあ、そういうきっかけの種っていうのはやっぱりあの行政の方も一緒に考えていただきたいなと思います。きっかけ作り、はい、横をつなぐ、はい、こう人材であるとか、うん、それから場であるとか、そういったことを、うん、あのまあ、でもそれはあの私は、ね、一番こう住民に近いあの基礎自治体こそがあの、まあ、できることでもありますから、まあ、私の立場から言うとですね、財源をあのしっかりあのお願いいたしますということと、それから、まあ、もう一つはね、あのみんながやっぱりあのどうやってあの子どもたちが継ぐようになるってことを大切と思って、あの子育てに手を差し伸べる数を多様に多くしていくっていうことだと思います。あの国としてはですね、今小原さんおっしゃった通り、一つはやっぱり手当、子ども手当という名称じゃなくて新しい形で児童手当になりましたけども、そういう面でサポートをしていくというやり方と、またやっぱり現物のさまざまなサービスをきめ細やかに拡充をしていくということと、それからやっぱりワークライフ&バランス、こういう環境を作っていくということで全体的な子育ての支援をしていきたいと思うんですが、あのまあ、昔はやっぱり子育ては家庭でという事情がありましたけども、事情の基盤が極めて弱まっていますので、やっぱりおっしゃったようにお互い助け合っていくという共助とで公助と、これ自治体の国の役割ありますけども、それがうまく好循環でつながるようにすることをどうやっていくかだと思いますよね。ただいずれにしても今まで量的な面でもあまりにも手薄だったものですから、そこは大きくやっぱり方向転換をしつつあるということはご理解をできたいと思います。イクメン川中さんはいかがですか。はい、うちはあの、ま、今5歳と3歳とで、ま、今年生まれた0歳の子がいるんですけども、あの、ま、もううちの場合は子供が欲しかったというのと、もう妻は専業主婦に専念してもう子供育てをしてほしいっていうで思ってたんですけど、今世の中子供を産まないとか産んでも働けるっていう風な環境を作ろうっていう話はまあ進んでるんですけど、まあ、忘れていただいてほしくないなっていうのが、専業主婦で子供をたくさん作っても育てていけるっていうことを忘れないでほしいですね。あの、まあ、専業主婦の人に対してなんかやりにくくなるような、もう働く人前提っていう施策だけにならないように、あの専業主婦で子供を育ててるっていう人はたくさんいるので、まあ、そこは忘れずにあの言っていただきたいなと。さっきそのちょっとあの お伺いしたんですね、事前に、はい、その子供をたくさんっていうことの意味がその0を1にするだけじゃなくて、そうですね、すでにある1や2を2、3、4って産みたくなるような世の中づくりとか、そういったところですね、あのぜひお願いしたいな。まずは 2の壁ですよね。そうですね、もう3人出しちゃってからすごい。そうあの女男って生まれて3人目行ったのはよく珍しいと言われますね。まあ、よく女だと3人目、男男でも3人目行ったりするんです。うちは女男って生まれたんですけども、まあ、子供が欲しかったらたくさん欲しいので。1960年代からみたいな、ちょっと2の壁。ああ、それを引き抜けませんとね。今でもね、4人くらいお子さん
お持ちの家庭も出てきてますね。どうですか？意欲が出てこない。あの怖さと大変さと今は全くも考えられない。授かれば本当に嬉しいし、あのもう迎えて一生懸命頑張りますけれども、今はもう一人で手いっぱいなので、もうお一人の時は、はい、手いっぱいなんですけど、二人になると今いる子供が助けてくれるんですよ。そうです。一緒に遊んでくれるし。であと大事なことはその自分だけで育てようと思わないで、苦しくても声を上げて、あの隣のおばちゃんもあのきっと助けてくれると思うんですよ。私も自転車に乗せて子供ちっちゃい時に乗せてると知らないおばさんが今が一番いい時よってよく言われます。あの話しかけてくれるし、そんなことって一人で支えてる時ってなかったんですよ。やっぱりですね、あの政策も大事なんですけど、地域の人もみんな子育てを助けたいって思ってる方いっぱいいるので、そこにあの素直にこう声を上げて、あの心を開いて、あの私ちょっと大変、抱っこしてくださいって言ったら向こうも喜んでくれるので、あのもう本当にそれで自分も助かるし、そうやってあのみんなにこう振ってあの楽になろうと思ってると、私まだ2人なんですけど、3人、4人と皆さんで産んで、はい、人口が増えないと国が大変だと思います。そうですね。それで新宿はね、生まれる子どもの数が増えてるんです。1600人台まで、年間に生まれる子どもの数が1600人台まで減っていたのが、今2000人を超えています。で、その代わり、あの私はあの就任してもう10年になるんですけれども、待機児童ゼロ作戦っていうのをやってたんですが、1年間に200人も子どもの生まれる数が増えたりっていうような、どんとこの間増えてきたもんですから、また待機児童が積み上がってですね、新規巻き直しなんですね。追いつかないんです。追いつかないんです。子どもを増やしながらですから、ちょっと他の地域とは違いますよね。あの木村さんも今おっしゃったけど、その社会みんなで支える子育てって言ってる中で、まさにそれがお題目にならないためには、まさに一人一人の、ね、今必死でやってらっしゃるお母さんがちょっと手伝ってとか、なんかそういうこうした時どうしたらいいのっていう相談をできるかどうかがものすごい決め手だと思うけど、現実に、どうぞ、現実に声かけられます？誰かにこういう時は相談しようっていう。親が離れて住んでると、やっぱりあの同じ立場のお友達ぐらいしかいないんですね。あとこういう公共の施設で、あの職員の皆さんが助けてくださる。そうですよね。ここなんかも本当に職員が助けられてますね。はい、こういうところに来るとあの情報にもつながりますよね。例えばファミリーサポートとか、それから小原さんのところであのやっているあの、ゆったりいのとか、そういうところにも行ってみると、あの手を差し伸べてくれる人がいるよっていうような。それと私いつも言ってるんですけどね、いやそんな親だけで子育てしてた時代なんて、ついここの何十年かだって、あの私が子供の頃、私は田舎で育ちましたけれども、あの第一次産業がに携わってた頃って、母親だけで子育てなんかしてないわけですよね。野良に子供連れてって、あの、いろんな人が見ながら、それでお母さんがなんか他のことをしている時には、だからやっぱり多くの人の目がないと、手がないと、あの母親も煮詰まってしまうところがねありますよね。あの同じ子育て世代で情報公開して助け合ってるのはあると思いますけど、ここはの合宿してますよ、建物ですね。人生の先輩たちもたくさんいらっしゃるわけでしょ。いますしね。でその人たちはやっぱりね、もう一回さっきの育児じゃありませんけれど、子供孫と接したい、その二人ともいるでしょうから。いやもうたくさんいらっしゃいます、ね、あの定年後の、男性がですね、そのファミリーサポートの会員になって、であの子供の保育園へのお迎えとか、それから学童クラブにあの行ったりで、その人が今まではあの夜朝早く出て夜遅くあの帰ってきた人がですね、地域では犬散歩させたらその犬の名前のおじさんくらいだったのが、今度はちゃんと子どもたちから何々さんって言われて嬉しかったっていうね、そういうあのだからいっぱい手助けしてくれる人がいますから。
小学校でもそのやっぱり、ね、あの用務をしてくださってる主事さんだとか、あの子ども広場、ね、子ども広場に入ってくださってる方とか、シルバーさんとか、まあ、あの横断歩道にいらっしゃる方とか、あの大勢リタイアされたんですけれども子育てに関わりたいと思って動いてくださってる方がいっぱいいるので、あのやっぱりこういうところでお友達をたくさん、私も最初の子供がお腹が大きい時に母親学級というのを行政に受けて、その時のお友達が別々の小学校で今 PTA つながりでみんな活動してるんですね。だからあのいっぱいやっぱりお友達を作っていただきたいですね。こういうの伺うと、だから社会に新しい子育て制度を作ってるようで、実は新しい制度を作ってるんじゃなくて、昔の良かったところをもう一回、新しい、ね、名前でこう復活させようとしてるっていう感じありますよね。総理、ここまでお聞きになって、あのもうあっという間にお時間が近いんですけども、今日何かいかがですか、ね、やっぱり、特にお二人お話を聞いてると、地域の中でやっぱり子育て世代が孤立感を持っちゃいけないなということが特に今日感じること で、その孤立感をなくすための方法がね、いろいろおっしゃったように社会の中にいろいろあるはずなんですよね。そこをどうやってあの行政を通じてであるとか、あるいはボランティアの皆さんを通じて解消していくのかで、手立てはいろいろあると思うんです。でその情報をちゃんとつなげていかなければいけませんしね。でまあ、我々は質量ともにそういうものが環境整備できるようにすることが国の仕事だというふうに思いますし、あのさっきの 0.7 兆円ではありませんが、しっかりその環境整備を地方と役割分担しながらやっていきたいと思います。細かいことなんですけど、検診の時とか必ず来るんですよ、産んですぐの時に。で集まったお母さんたちにもう一歩そこでつながりを作るシステムを作ってくださると、その日に一緒に産んだ人とそこで会った、だけど検診したさようならではもったいないので、細かいところそういうところでちょっとつなげていくといいなと思います。まあ、今日のこういう場もちょっとあのつながりへの弾みにして、はい、あの、ね、突破口にしてくださいで、はい、いや、やっぱりね、チルドレンファーストの考えを全ての人で共有しながらこれを後押しをすることだと思うんですよね。やっぱり日本の宝ですから、これということだと思いますね。そうですね、はい、今日はどうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。どうもよろしくお願いします。